こんばんは、ようチャンネルです。はい、藤井陽平の動画配信チャンネルです。はい、連休も終わりとなりましたね。今週あれじゃないですか、バレンタインデーですよね。自分は確か去年、あ、前にも話したか。去年は送って男性から女性に。変わったネタの方でやってみました。結果は3分そこ放送はなんて思うんですけど、ただこの3連休中にもらったチョコというのもございまして、まあ知り合いの方のまあおば様からでもなんかそれって嬉しいですよね。こう男としたらやっぱりまあこう耳でもね、そういったチョコをもらえるっていうことはやっぱ嬉しいっていう感じかなってちょっと思ったりました。あとは昨日は普通に基準と焼肉とかっていうところで自分とこうリフレッシュできることがすることができました。やっぱ休みっていうのはライフワークバランス、今言われている仕事と、まあ、趣味のバランスをとっていこうっていうものをやっぱ推奨されてると思うんですけど、ライフワークバランスって大切だし、やっぱり仕事だけでもダメだし、まあ趣味だけでもダメだし、このバランスっていうのを取りながらこう日常を過ごしていくことって大切だななんて思ったりもしております。あ、金曜日は滝沢にて朝活の考案もさせていただきました。はい、それではそうですね、また明日から1週間まあいろいろあると思うんですけど、まあ皆さん頑張っていきましょう。男性諸君はバレンタインどんどんもらってね、じゃんじゃん。あとね。